座骨神経痛の腰痛の改善方法を紹介していきます。親指を当てていただいて上下に動かしてみてください。で外転させて下ろすということを繰り返しやっていきます。はい、こんにちは。ゴッドアンド通信の関野です。今回の動画は座骨神経痛の腰痛の改善方法を紹介していきます。素振り症やヘルニアなどで、病院で診断された方にも有効のやり方になります。動画を最後まで見てぜひ実践してみてください。で今回のこの腰痛の原因なんですけれども、骨盤の開き、こちらにちょっとフォーカスしていきたいと思います。で骨盤が開いてしまいますと仙腸関節付近の組織、これが硬くなってしまうんですよね。で血流の流れが悪くなってしまって、結果として腰だとかお尻の痛みが引き起こされることが非常に多いです。で解決策としてはですね、仙腸関節付近のこの軟部組織緩めることが重要だと私は思います。この後やり方を紹介していきますので、動画をぜひご覧ください。はい、それはやり方をお届けする前にビフォーの検査ちょっと確認していただきたいんですけれども、まずこの体幹の前後のこの可動域のチェックですね、この可動域のチェックをしていきたいのと、こう体を動かした時にこの仙骨部分だとかこの腰部分、この痛み、これがどうなのかってことをチェックしていただきたいと思います。それではやり方編をお届けしていきます。はい、それでは今回やり方3つ紹介します。まず1つ目ですけれども、仙骨周りのこの軟部組織を緩めるやり方になります。はい、それではやり方をお届けします。まずですね、仙骨の場所、患者さんうつ伏せで寝てね、うつ伏せで寝かせて仙骨の場所確認していきましょう。はい、で仙骨、この辺りだなって大体分かっていただいたら、今度はこのまま親指を当てていただいて上下に動かしてみてください。で仙骨の上の軟部組織なので、皮膚があったりとかこの膜ですね、その部分のこの動きを一回確認してください。上やって下行く、で基本上下だけで大丈夫です。上と下、はい、これで動きをチェックしていきます。今このモデルさんですね、上は行くけど下が行かない状態になります。なので下の方にちょっと行きにくいのかなってありますので、そこの動きを回復していきます。じゃあどうやるかって言ったら、上行って下強めにグーッと引っ張ります。でまた上に動かして下に引っ張るってことを繰り返しやっていきます。上下って形ですね。でここがじゃあ動きが回復したとしたら、また下のレベルに行きます。下のレベルに行って上下でチェックします。あ、ここは動いてるなって形なんで、次下行きます。上、あ、下、上、下、上、これもちょっと下の方に動きにくいので、これもしっかりと上下運動していきます。上で下に強くグーッと引っ張る形ですね。で戻して引っ張る、グーッという形です。でこれを仙骨周りでやっていきます。もう一度ちょっと話をしていくと、仙骨の位置を確認で、上の部分から上下で動きが悪かったところがあるのであれば、上下にしっかりと動かしてあげて、均等にこの軟部組織の可動性をつけていくという形です。これを仙骨の上から下まで繰り返しやっていくっていうことになります。はい、これでしっかりと動きがつきました。はい、以上がですね、この仙骨周りの軟部組織を緩めるやり方になります。それでは2つ目のやり方をお届けします。腰周りの筋肉を緩めていきましょうというやり方になります。テーマとして骨盤の開きはあったんですけれども、骨盤とこの腰の骨、特に下の部分ですね、下の部分の筋肉、ここはですねつながってはいりますので、ここの筋肉を柔らかくしてですね、骨盤をこの後締めるですねやり方をお届けするんですけれども、締める効果を高めていくためにこの腰周りの筋肉を緩めていきます。はい、それではやり方をお届けしていきます。患者さんこのように横向きで寝ていただいて、でオス位置なんですけども、この骨盤のこの腸骨梁ですね、ここをちょっとまず探していただきたいです。はい、で腸骨梁のちょうど上の際の部分ですね、私のお尻で言うとこの辺りですね、ここの辺りを狙っていきます。はい、でこの腸骨梁の位置を確認したら、横向きでこの腸骨梁の際に指を当ててください。で指を当てて、でグーって特に押す必要はないです。指を乗せている形です。指を乗せていただいて、今度はベッドに術者の足を乗っけていただいて、患者さんの足をかませてください。これで外転させてる感じ、つまりこの体幹を側屈させてる形になります。で指を当てたままこの足を外転させる、外転させて、で下ろす、で外転させて下ろすっていうことを繰り返しやっていきます。で3回やって
です。3回やるとだいたい指ちょっとずれてきちゃうので、1回指離してセットし直しです。また腸骨梁の際に指を当てて、外転、下ろす。外転、下ろす。ってことを繰り返していきます。で、また離して、外転、下ろす。外転、下ろす。という形になります。で、これで、まあ、患者さん腰痛い方いらっしゃるとは思うんですけれども、特にこの外転の動きで痛くなるケースって私ちょっと患者さん見ててあまりいないんですよね。やっぱり屈曲だとか伸展でのこの腰の痛み誘発してしまいますけれども、外転の場合はさほど痛みは出ませんので、外転させながら腰の筋肉を緩めてあげる。でただ応圧していくだけでよりも、このように足を動かしてあげて腰の筋肉を伸び縮みさせてやることによってですね、しっかりと筋肉緩みやすい状態になりますので、特に力入れてグッと押す必要はありません。指を当てていただいて足をこのように上下に動かしてあげるだけで緩みますので、そちらを実践していただきたいと思います。でこれ両方やってくださいね。お願いします。はい、はい、それではやり方3つ目紹介していきます。3つ目はですね、骨盤を締める作業になります。はい、では患者さん今度またうつ伏せで寝ていただいてですね、はい、やる側の方に重心が立っていただいて、やる側の膝を曲げます。で軽度外転させます。軽度外転軽度外転させて、で術者が接触する場所は患者さんの PSIS ですね。 PSIS の外側面です。外側面にこの手根部っていうんですかね、まあ、手のひら全体的に触ってください。でグーッと押す必要はないんですけれども、この仙骨とこの触っているこの骨盤ですね、腸骨ですね、これをぶつけるイメージです。なので仙腸関節をこのように圧縮させているイメージですね。圧縮させていただいて、で今度はこの足を操作していきます。で足を外側にこう倒していきます。これで股関節の内旋が入るんですけれども、これでキープで5秒ぐらいキープしていったら1回戻す。でもう1回倒す。で5秒間キープですね。グーで戻す。でもう1回倒す。でこれ倒した時にグーってやる必要はないです。グーってやる必要はなく、術者、患者さんが止まった位置です。止まった位置で軽く手を添えてください。この重みだけでいいです。無理に力を入れてストレッチみたいなググって力を入れる必要はありませんので、この術者の骨盤の手の重みとこの足への手の重み、これだけで矯正しているような形です。で戻す。で触れるという形にやっていきます。これを複数回繰り返していただければ大丈夫です。で戻してあげるという形になりますね。これでこのお尻の部分触っていただいて、あ、お尻の筋肉が緩んでるなとか、あ、骨盤がちょっと閉じているなという形になれば OK になります。はい、以上がですね、骨盤を締めるやり方になります。はい、お疲れ様でした。今回は座骨神経痛の腰痛の改善方法を紹介していきました。まあ、全て実践してからですね、このビフォーと同じようにこの体幹部のこの前後屈の可動性だとか、あとはこの仙骨前で、ね、骨周りの痛みをチェックしていただければと思います。で今回のやり方ですけれども、継続して行うことでですね、骨盤の歪み整ってきます。それで座骨神経痛も改善していきますので、まあ、定期的に継続的に実践していただければと思います。はい、今回の動画は以上になります。今後も健康に役立つ情報を配信していきますので、チャンネル登録、はい、まだの方はチャンネル登録をお願いいたします。はい、それでは今回の動画は以上になります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。